きなりケラーと島田選手のホームランを打たれた。同点。サンタナに2発に打たれたな。阪神4回で逆転されたよ。やばい。いやまさか負けると思わなかったし、なんか7回無失点の藤浪投手がめちゃめちゃすごく感じた、正直ね。いやちょっと正直意味わからへん、放心状態、負けたんやな、放心状態なんですけどね。悔しすぎる。両リーグ最速の20敗目、早すぎやろ。20敗すんの、4月のうちに20敗してどないすんねん、ほんま。はいどうも、トラキチです。ちょっと時間やばいねんな、今ね45分なんですよ。ギリギリ間に合った、終わった。もう今日はない、ほぼ言うことありません。もう勝ってね、甲子園でみんなの前でねあれしましょう。はい、もう言えることはそれだけです。もう内容とかどうでもいい、勝てばいいと思ってるんで今日はね、勝って決めちゃいましょう。はい、ではねちょっとダッシュでね球場行きたいなと思います。岡本くん、いつ来る阪神？いつ来る岡本くん？今シーズン言い続けたあれ、今日甲子園で達成しましょう。ヤッキー7。
てね、トイレ行くとね点数入っちゃうんよな、ほんま。最高齢の岡田監督、最初正直ね、どうなるんかなと思ってたけども、あの笑顔禁止とか言ったりね、でも一番得点した時に笑ってんの岡田監督やったし、ほんまありがとう岡田岡田ありがとうございます。
11連勝やしかも、うん、まあなんかありがとうやな。ほんであの横田くん本当ありがとう。ほんま横田くんありがとう。横田くんの支えがあったからこそってのもあるやろうしな。栄光の駆け足マジで泣けたな。ありがとうございます。はい、もうここでは栄光の駆け足を歌ったけど、正直最近ね、横田の応援歌を歌ってない。最近3日間連続で僕現地で球場飯食べてなかったと思うんですけども、正直阪神の試合の時食欲は勘というか吐きそうになってたというか緊張のあまり、今日からねやっとご飯食べれると思うので、今日は朝までね飲んで食べてやりたいと思います。イエーイ、立浪監督かご飯食わない。いやいやほんまに入らんかった、ほんまに入らんかった、緊張のあまり。だからその中でも選手はね僕より緊張してると思いますけども、戦ってくれたのでね、本当に本当にありがとうございましたということで、はい、今日は締めたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。阪神優勝やー、乾杯。うん、うまうまじゃあ世界一幸せな、幸せ、今まで飲んだビールで一番うまい、最高。